よかった。じゃあちょっとしばらくこんな感じで。いつもね、手が疲れてしまうのでね。シャリシャリ言ってるでしょ。シャリシャリ言ってない？バカだよ。バカ女子だよ。明日の館内テレビ見るよ。ありがとう。そう、明日ね。そう、ウィークリーゲストとして呼んでいただいたので見てください。あ、シャリシャリしてる。イエー。あ、そう、首の件ですよね。昨日ですね、首寝違えてすごく痛くて動かないって話をしましたら、皆さんがね、ロキソニンを飲めばなんとかなるよっていうコメントをね、してくださって、それをね、実践したらね、痛みがほとんど消えました。でも痛いよ。痛いんだけど、右向ける、左向ける、下向ける、上向けるという感じです。 やったー、よかった、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。本当に本当に本当にひどい痛みだったからね。やっぱね、皆さんの知恵はすごいなと思いました。よかった。皆さんもね、寝違えた時はよかったらロキソニンなどを飲んでみてください。 そうだね、動かしちゃダメですね。そうそう、今ね、お薬で痛みを軽減されてますので、無理は禁物ですけどね。そう、今フェレットさんがカリカリご飯を食べてます。そうだから今日はね、そこまでね、痛くないんでよかった。 YouTube 見たよ、ありがとう。そう、今日だね、今日は更新されましたよね。そう、みんなでリモートの YouTube をのバトルとか 撮りまして、いろいろ。 ぜひぜひ楽しんでください。はーい、はいはい。見てください。ね、みんなすごい細かいところまで見てくれて嬉しいなと思います。やっぱね、12個ね、窓があるんで、何回も見返していろいろ気づいてみてください。グッドボタン済み、ありがとう。高評価お願いします。うん。キラキラつけたしちゃった。あ、そうだ、今日ね、ちょっとちょっとギフトについてのお話とかもちょっとしようと思ってるんで、また話すね、もうちょっと後で。うん、そうだ、そうなんですよ。じゃあ一回読んでいこうかな、ギフト。マイクを近づけます。クマからいきます。クマ、ファットジェイ、ユキピョン、ジェラク、チュウゾウ、ハヤト、フクちゃん、タケ、カズリンチョ、
今日もくまじゅ、このね、この流れね、すごく見覚えがあるというか、毎回ありがとう、本当に。やっほーい。今日もありがとね。今日お休みだったかな？今日日曜日だもんね。お休みだったのかな？いやー、偉いよ、いつも。私の上司がカズリンチュだったら もう甘えまくってしまいますよ。お互い頑張ろうね。また報告も待ってますので。ありがとう、今日も。くま。ありがとう。そして、まみたく。ざわざわ。くま、ありがとうございます。そして、じゃあタワーもね、読んでいきますから、少々お待ちください。まずは、二平さんだね。ありがとうございます。昨日、ちょっと昨日の状況がちょっと私分かってなかったんですけれども、1位にね、いてくれたんですよ、二平さん。でも、ギフトがなかったんですね。どういう魔法？魔法なの？魔法じゃない？それとも、バグ？ちょっとね、私わかんないけど 本当にごめん。ありがとう。っていうのをね、昨日伝えたかったんだけど、ちょっと時間がなさすぎて。特別な日ですね。なんか、そう、好きっていうさ、概念をすごい変えてくれたから、すごく感謝してます。ありがとう。大切な日ですよ。これからもずっと続くといいな。ありがとう。しかも3本だからね、一気に。一気に3本だから。ありがとう。ありがとう。いつもね、握手会でもすごい話に来てくれて。いろいろね。これからも笑顔でいってほしいなと思う。ありがとう。イェイ。ちょっとまだ読んでいくね。次のタワーが、アイピ。アイマナのアイピだ。ありがとう、今日も。わかるよ。ちょいっと久々だね。お仕事してるのかな、今。今あるのかな、お仕事。でも大変だよね、きっと。だから私もちょっとでも支えになれたらいいなって思う。から今のこの配信見て元気出してね。へい。ね、かわいいかわいいアイピ。私も早く会いたいよ。また会える時まで楽しみにしてまーす。ありがとう。アイピ。そして次が、たけくん。昨日ぶりだね。昨日も呼んだんじゃないかな。ありがとう。ありがとうな。最近何してるんだろう。なんか本当にさ、ライブとかやりたすぎて。ねえ、ちょっとまたステージからね、見つけるので。ずっとニコニコした顔で私のこと見ててください。いつも通り。ありがとう、今日も。見つけるよん。ありがとう。そして、次がジェラくん。ジェラくん。ありがとう、タワー。やっほー。今日だね。今日タワーだね。ありがとうね。旦那様。旦那様ってちょっと言うの。だって、あれでしょ？エミリーの旦那様ジェラくんって書いてあるでしょ？これ読むの恥ずかしいやつだな。やっほー。いや、でもね、毎回元気そうでね、私はね、安心してます。でもね、きっと。ね、いつも元気な人ほど弱い部分とかもあると思うから。私も支えられるように頑張ります。ありがとう、今日も。次が。ちょっと待ってね。最後ちょっと読むね。のぶゆき。のぶだ。わかるよー。ありがとう。元気？
頑張りすごくいつも感じてて、なんか本当にね、私もちょっとでも役に立てたらいいなと思うんだけど、でもね、自分は自分だから自分がやることたくさんあると思うけど、頑張るね私も。頑張りを見て私も頑張ろうって思えるから、応援してる。頑張れ。いろいろね、偉いよ。ファイトだよ。ァイティン。ありがとう、今日も。はい、皆さんありがとうございます。タワーとか。そう、そうですね、ギフトの話なんですけど、そう、昨日ね、すごくギリギリになって、なかなかうまく読めずにいて、なんか考えたんですよ。まあ、いつもね、考えてて、やるたびに、なんかね、そう、すごく嬉しいんですよ、ギフト。本当にありがとうございます。それはね、それは変わらず。それは変わらないし、皆さんの気持ちもすごく伝わるので、すごく嬉しいんですよ。なんですけど、そう。でもね、なんか私自身が、うまく読めない時とかもあって、で、あとやっぱり最近すごく皆さんからのギフトをいただくことがやっぱ多くて、すごく伝え方が難しいんだけど、そう、うまく読めない時があって、やっぱ自分的にね、どうしようと思っちゃう時があって、でもどうしようというか、その人への、感謝の気持ちとか、なんか一人一人へのエピソードとかすごくたくさんあるんだけど、その時になかなかうまく伝えられないっていうこともありまして、まあ、こんなに重く考えないでほしいって多分皆さん思ってると思うんだけど、やっぱりね、タワーとかはね、すごい、私にとってすごく高価なもの っていうふうに思ってるので、そう、でも多分タワーとか投げてくれてる人は無理してないって思う、っていう人もいると思うし、まあ、いろんな方がいると思うんだけど、なんかね、心配になっちゃって 嫌だとか全然そういうのじゃないんだけど、心配になっちゃって 本当に心配になっちゃって。そう、だから、ね、名前呼んだりとか、その一人一人のエピソードとかは、やっぱギフトじゃないとなかなかできないことではあるんですけど、すごい口の音が鳴っちゃう。ですけど、あんまり無理しないでほしい。無理はしてないと思うんだけど すごく難しいんです、伝え方が。そう、すごく嬉しいの。嬉しいし、こうやってさ、やっぱ握手会が今ない中で、いっぱいこうやって話せるとか、1対1の時間がちょっとでもこの配信であるっていうのはすごく嬉しくて、そう。だけどやっぱ私、すごい頻繁にやってるからさ、なんか心配になっちゃうのよ 心配しないでっていう人もいると思うんだけど、そう、だからね、でもまあ自分が納得のいく方法で応援していただけたらなってすごい思う。なんかこう偉そうに言ってるんだけど、私がすごいもらってる側なんだけど、まあ、ギフトについて悩んでるっていうふうには捉えてほしくなくて、皆さんのこと一人一人がね、大切だから、まあ、ちょっといろいろ考えてしまうところがありました。っていうね、そういう話なんだけど、そう。だからね、そのギフトを投げてくれてる人を否定してるとかそういうわけじゃ全くないんで、まあ、今の話聞いてちょっとモヤモヤするなって方も多分いると思うんだけど、でもすごく大切だから、
かすごい考えちゃうだよっていう気持ちなの。そう。だからね、うん、皆さん、これからもこの配信楽しんでください ね。ね、ギフトとかも本当にありがとうございます。本当に本当にありがとう。そう、話せるからね、すごい嬉しいから。っていう、ちょっとね、そういう話を今日は言いたくて。ね、ちょっと早めにも配信しました。はい。そうなんです。まあ、そんな感じです。だから、ありがとう。今ね、コメント全然読まないで、喋っちゃったんだけど、すごく ありがとうね、皆さん。なんか、口の中がボーボー言う え、ボーボー言うっていう感覚わかる？わかんないよね。私もわかんないんだけど、ボーボー言ってる そう。そう。あとさ、よくさ、なんか、自分の気持ちが、なんて言うんだろう。自分の、応援が重すぎるんじゃないかとか、なんか、心配してくれる人？私の応援の仕方でも大丈夫なのかなとか、そういう心配をしてくれる人が、まあ、たまにね、いるんだけど、なんか全然ね、なんか、また口がビヨーンって言った嬉しくて、どういう応援の仕方でも、まあ、そりゃ嬉しいんですよ。特にね、その、重くないかな、心配だなっていう、まあ、女の子が多いかな、が、いるんだけど、重いっていうか、そういう愛情をすごく届けてくれる人に対して、なんか嫌だなとか思う人多分いないと思って 自分の音かと思って 私でした いないと思ってて、まあ、少なくともね、私はすごく嬉しいわけですよ。うん。好きでいてくれる人、イコール私の好きな人っていうことだから、なんかね、その好きな人に自分のこと知りたいって思ってもらえるのもすごい嬉しいし、ね、気持ちを伝えてもらえるのはすごい嬉しいから、ね、いろんな応援の仕方が嬉しいですよ。逆にね、結構、まあ、見る専とか、ひっそり系の人もね、いると思ってて、特に結構私は結構多いのかな なんて言うんだろう、私も結構おとなしい方だからさ、推しに似ると言うじゃないですか 全然おとなしくない人もいるんだけど、それは嬉しいよ。だけど、そうだからね、まあ、どんな応援でも私は分かってますし、嬉しいよって思ってるよ 結構毎回言ってるけどさ、こういう話は。でもね、やっぱ伝えていくべきだと思うから。最近好きになった人とかももしかしたらいるかもしれないし。ショールームってさ、なんか、そう、気まぐれじゃん。今日見れなかったとか、あ、今日見れたみたいな。今日初めて見れたみたいな。それさ、なんか、偶然って感じのが結構あるからさ。言ってくね。言ってくね。これからも地底の底まで潜ってます。それはダメだ。地上には出てきなさい。そう、だからね、見れなかったとか言う人もね、そう、いると思うんだけど。そう、私がね、結構ゲリラでこうやって遅い時間にやっちゃってるからなんだけど。ね。
まあその日その日で違う話題とか話してるんで、時間ある時に見てみてくださいね。さっきのとかね、ギフト投げちゃダメとかそういう話じゃないし、これからも投げてくれる人にはすごく気持ちは伝えたいなって思ってるんで。でもちょっとずつ、なんだろう、ちょっと配分とかは考えるようにしようって思ってるからね。よろしくお願いします。パーカー女子です。よしよし。そういえばね、ショールームをアップデートしたんですよ。そう、この前アップデートしたと思ってたんだけど、またアップデートが始まってたからね、そのせいで落ちちゃったりしたのかなと思ったりしてますね。そうなんです。そうなんです。ちょっとクマをまた読ませていただきます。ここからかな。ファットジェイ、フビウシ、シホ、フィヨシ、ユナニャ、マサユキ、かける10って書いてあったぞ。マサユキがクマかける10。ありがとう。ありがとう。クマ珍しいね、なんか。珍しい気がする。10個は。ありがとう。そう、すごくね。こうやって、見守ってくれるからさ、いつも。すごい、ね、優しいなって。いろいろね、私もやりたいようにできるし。意外とね、その私がプロデュースした、可愛い感じのね、グッズも身につけてくれたり。恥ずかしがりながらも、ありがとう、いつも。これからもね、こういう応援をしてもらえるように私も頑張ろうと思う。よろしく、ありがとう。ハッピージャムジャムです。次。そうそう、今日ね、昨日できなかったこととかもね、ちょっとやるね。見てます。あ、クマ読んでたよね、今私。クマですよね。クマだよね。そして、フミユス。ヒロ君。ファットジェイ。はい、ありがとうございまーす。ハッピージャムジャムですよ。謎すぎん。ちょっとタワー消えてっちゃうかな。ちょっと読むね。ちょっとまた分けて読ませてもらいますね。次のタワー、カズノリさん。カズノリさん、ありがとう。ビギナーって書いてあるから。ね、初じゃない、読むの？和則さん、どういう方なんだろう、気になる。ありがとう。私知ってる人かな？どの和則さんかな？はじめまして、和則さんかな？ ちょっとわかんないんだけど、ありがとうございます。あ、私が知ってる和則さんかもしれないな。 ありがとう。メロメロメロン。メロメロメロン。また会いに来て、遅れやす。遅れやす。ありがとう。元気でいてね。次行くね。次が、ふみちゃん。昨日ぶり、ありがとう。ありがとう。私をめちゃめちゃ甘やかしてくれるふみちゃんですね。かわいい、ふわふわ系のふみちゃんですね。
いつもね、二人して泣きながら、これはちょっと言わないとこ。またさ、話して、いろいろ。私もさ、ふみちゃんの役に立ちたい。いっぱいくれた言葉を覚えてる。その言葉を胸に、今日も頑張る。ありがとう。ありがとう。じゃあ、ちょっとまたもう一個読んで。もう一個読むね。タワー、ナミちゃん。ナミ、ありがとう。ナミ、さっきもコメントしてくれたのね。ちょっと見たよ。ありがとう。ありがとう。泣いてない いつも泣いてないって聞いちゃう。だってすぐ泣くんだもん 私も泣くけど。お手紙書いたからすぐ送る。待ってる、ありがとう。こうやってね、言葉ですごい伝えてくれるから、いつもずっと大切にしますよ、ずっと。とね ごめん、みんなの前で言っちゃった 今日もありがとう。お手紙読めるの楽しみにしてるね。ちょっとひとまずね、戻ってまいりました。ありがとう、皆さん。今日さ、そう、カラオケさ、やろうよ。昨日ね、やるって言ってやんなかったから もしさ、事故ったらごめんね。ちょっと、あれだよ。あれを貼っとく。何？なんだっけ？あの語彙力がない。ちょっとハードル低く設定しとく。設定させて。え、待って。これさ、落ちるかな？これカラオケ探したら。落ちませんように。落ちなかったー。落ちなかったよー。え、じゃあ、そう、予防線？予防線っていうの？ちょっとわかんないけど。じゃあやろうかな。久々。久々じゃないか。じゃあ、やるねー。好きな曲。マイクテスト、マイクテスト。私を分かってない風に吹かれて走るのが好き高校生の声だって連れ出して強い日差しを浴びたい色白の肌がどれだけ日に焼けてもいい心その奥にある臆病さが光と新鮮な空気私は変わりたいだけ大人しいタイプだろうっていつも思われているのはどうして漫画を読むのが趣味なせい。ずっとカーテン閉めてるイメージ。確かに私は人見知りで友達とかはそんなにいない。高校生どこへだって誘おう知らない世界を聞きたい。もう一人の自分どこかで
してるわきっと使ってないよ暴力嘘が命迷うになって元気に輝く葉っぱのように。連れ出して強い日差しを浴びたい色白な肌がどれだけ日に焼けてもいい心その奥にある臆病さが光と新鮮な空気に反応して私は一人の自分どこかで期待してるわきっと使ってないよ暴力嘘が命の養分になって元気に輝く葉っぱのように。はい、今の楽曲は乃木坂46さん、元乃木坂46さんの西野七瀬さんのソロ曲光合成希望でした。イエイエイエイ。はい。そう、この曲ね、この前インスタのストーリーにナオプレで載っけてたんですけど、めっちゃ好きな曲で、まあ西野七瀬さんのソロ曲全部好きなんですけど、このね、なんか結構西野さんのソロ曲ってバラード結構静かめな感じが多いんですけど、アップテンポっていうところも好きだし、そのね、西野七瀬さんの影の部分とかもすごく好きで、すごく好きなので、うん、あと自分と重なる部分もあったりして好きな曲です。そう、釣り堀とかもね、一人よがりとか、ごめんねずっととか、まあ全部ですね、好きなんですけど、うん、好き。ベマーズの曲も好き。さあ、だからね、今日やりました、イエーイ。そう、家でもね、よく乃木坂さんの DVD 見てて、見てます。ギフトに戻るよ。ちょっとまたギフトに戻って